菊川文化会館会えるは静岡県菊川市本所にある文化施設である。元は小笠郡菊川町の施設であったが平成の大合併により菊川市の施設となった。会えるの名はアクション、エデュケーション、ラーニングなどの頭文字およびみんなに会える、明日に会える、文化に会えるから名付けられた。会えると同じく町づくり交付金により同時期に建てられた。 または当時建設計画中であった小笠郡、大東町の掛川市文化会館使用ね、周知郡森町の森町文化会館、三木ホールとそれぞれ直線距離で 10km 程度しか離れておらず競合する恐れがあったため、会えるは演劇を主体に設計されており、競合しないように配慮されている。他の県内ホールと同じく市内の団体や企業による利用のほか、 文化会館アイルが自ら主催して行う自主公演が月に1から2回の割合で行われており、有名人を招くことも多い。自主事業としては、アイル触れ合いを月見コンサート、高校生吹奏楽フェスティバル、コンサートピアノを弾いてみよう。などが開かれており、その中でもコンサートピアノを弾いてみよう。などは毎月開催されている人気企画である。また一月に、 静岡県大衆歌謡連盟歌謡大会。9月に静岡県歌謡グランプリ大会が10年以上前から東海間で行われており、施設規模の割に浜松方面からの利用が多い施設であると言える。公演内容によって駐車場が閉鎖される場合や臨時駐車場が開設される場合がある。ありがとうございます。